皆さんこんにちは。今日はですね、いいお知らせがあります。はい、これなんですけど、ハンドスピナー当てを購入しました。結構ね、これ豪華ですよね。まあ私も欲しいのがあるんですけど、まあこれをどうするかっていうと、お店でこれを配ります。配るっていうか、まあ、売るに近いんですかね。でもその金額というのが自分で決めてください。1円でもいいし、100円でもいいし、なんなら使いかけのテレホンカードや図書カードでもいいので、なんか自分で価値のあるものを持ってきてくれたら、引き換えにくじを引いてもらいたいと思います。ただ注意点があります。飲みかけのジュースは入れないでください。いやー、飲みかけの焼きそば、あ、飲みかけなんか食べかけの焼きそばもダメですよ、もちろん。注意点があります。お祭り6時から、これを先着30名様で配りたいと、配るっていうかくじを売りたいと思うんですけど、これ外れがなくて30番までしかないですね。ということで先着30名様、これがなくなったら終了です。この中にミニオンのやつもあるので、よかったら来てください。で、私はこの7番が個人的に欲しい。はい、で私も引きたいんですよね、自分のお小遣いで1円まあね、皆さんもよかったらハンドスピナー好きな方は来てください。で、お店の場所などは概要欄に載せておくので、ちょっと自分で探してください。はい、で、ちょっと実際にやってみたいと思います。くじ、まあ、本当にもらいはしませんよ、もらいは。ちょっと違うくじのシートでやってみたいと思います。はい、じゃあ強運の私が引いてみたいと思います。狙うは7番。実は最初から7番しか入ってなかったネタバラシ。14日の6時から先着30名様でハンドスピナーくじ、どんなものでもいいので、1円でも10円でも100円でも、なんなら自慢したいなら1万円でも嬉しいばかりですね。はい、まあいいので、なんでもいいので、まあということで、ちょっとこれよかったら引きに来てください。まあね、さっき言った感じで場所は概要欄に書いてるんで、自分で探して来てください。まあ先着30名なんで、ハンドスピナーが好きな方はよかったら覗いてみてください。ということで、また見てね。バイバーイ。